どうも、ささんです。本日9月22日は、はい、こちら今大注目の iPhone15 シリーズ発売日でございます。で、僕はですね、なんとか発売日に届くように買うことできましたので、これからね、開封して実際に使ってみたいと思います。でね、今手元にあるのが15と15 Pro なんですよ。この動画の中でどっちも紹介すると長くなってしまいそうなので、とりあえずね、この無印の iPhone15 の方からね、紹介していきたいと思います。次の動画でね、Pro も開封したいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録してお待ちいただけますと幸いです。ということで、早速やっていきましょう。はい、ということで、こちらがね、今回私サスさんが購入しました iPhone15 でございます。画面サイズの大きいね、15 Plus もラインナップされてるんですけども、まあ、ちょっとね、 6.7 インチ大きすぎると僕は思うので、 6.1 インチにしました。で、カラーバリエーションは今回ね、ブルー、ピンク、イエロー、グリーン、ブラック、この5色なんですよ。その中から、ブルーをね、選びました。ストレージは128、256、512、この3つがあるんですけども、今回買ったのは一番大きいね、512GB ですね。やっぱ新しい iPhone の開封はテンション上がりますね。いきます、オープン。おお、ブルー、いい色来ました。こんな感じのね、淡いブルー、あ、可愛いな。紙も取りますけど、いや、来ましたね。今回から無印もダイナミックアイランド対応しております。これありがたいよね。なんで去年差別化したんだろうって感じなんだけど、いやー、いいな。旧モデルの14がね、今手元にないのでちょっと比較とかはできないんですけど、あれ、こんな感じだったっけ。かなり質感高いですね。そしてこの本体底面についてるUSB 端子、ついにタイプ C になったと。まあ、残念ながらね、これプロとは差別化されてまして、規格が USB2 っていう風に発表されました。で、プロは USB3 っていう規格なので、転送速度がね、プロの方が速いんですよ。充電速度はね、一緒みたいなので、大容量のデータ転送することあんまないっていう方はですね、全然無印でもいいんじゃないかと思いました。あと大きな変更点としては、このカメラですね。メインの広角カメラの画素数が12メガピクセルから48メガピクセルに、大幅にね、アップしたんですよ。これによって高解像度な写真が撮れるっていうのはもちろんなんですけども、外側をクロップして光学レベルでの2倍ズームが可能になってるんですね。これもね、後で試してみたいと思います。で、さらに発表会でポートレート機能もね、進化したというふうに言われてたんですよ。今まではポートレート写真撮りたい場合に、いちいちポートレートモードに切り替えて撮影する、これが必要だったんですよ。でも今回からは普通のね、写真モードで撮影した後にポートレートと同じようにね、ピントを変えたりとか、背景ぼかしたりとか、そういう風にできるみたいですね。で、付属品はね、まずいつものステッカーと、SIM ピンで、 USB ケーブルがついにね、このタイプ C 両側になってると。去年まではね、片側タイプ C、 片側ライトニングだったんですよ。で、これ素材はね、布巻きみたいな、なんか一般的な布巻きとはまた違ったね、さすがアップルだけあって、すごい品質良さそうな感じでね。これすごいわ、型が全然つかないような、絡みにくいような感じのね、素材になってる。これめっちゃいいんだけど、ケーブル全部これに統一したいぐらい、なんか品質高そう。でも15シリーズはね、イヤホンはついてないみたいですね。この15の発表と同時に、接続端子がタイプ C になった、有線のね、イヤーポッツも発売されたみたいなんですが、付属品として一緒に入ってきてるわけではないので、まあ、欲しい方はね、別で買う必要があります。あとね、15シリーズと同時にこの AirPods Pro の、新型も出たんですよ。タイプ C のもの、充電ケーブルをタイプ C で統一しちゃいたいという方はね、一緒に買っちゃってもいいかもしれないですね。ちなみに僕が一番嬉しいポイントとしては、 Android で使いやすくなったなと思ったんですよ。僕ね、今メインで、Galaxy Z Fold 5を使っていて、まあ、別に Galaxy とライトニング端子のね、 AirPods 2 Pro を使ってもいいんですが、まあ、どっかに持っていく時とか、 AirPods の充電なくなりそうっていう時にライトニング持ってないことの方が多いんでね、そういった場合にね、便利ということで、こちらも一緒に買いました。はい、じゃあいよいよ iPhone15 電源入れてセットアップしてみたいと思います。おお、来たー。このリンゴマークがね、ついた瞬間のテンションの上がりようよ、ほんと。これがいいよね、やっぱ。あ、今ね、これセットアップしてる時に気づいたんですけど、この iPhone15 シリーズの Wi-Fi 規格、15と15 Plus はね、Wi-Fi 6まで対応してます。
で、15 Pro と Pro Max についてはね、Wi-Fi 6E に対応してるんですね。これどう違うのかというと、6E の方がより上位の規格になっていて、接続する帯域がですね、6GHz 帯への接続も可能になってるんですよ。6GHz 帯っていうのは、他のね、家電とか、そういったものとの電波干渉が、起きにくいね、帯域になっていて、より安定した高速なね、通信が可能になってるんですよ。残念ながらね、そこもプロと差別化されてます。まだね、Wi-Fi 6E 対応のルーター使ってる方少ないと思うので、あんまり気にしなくてはいいと思いますけども、今ハイエンドの Wi-Fi ルーター使ってて、よりね、スマホゲームこだわりたいとかっていう方は、やっぱね、プロの方がいいかもしれないですね。はい、とりあえずね、最初の設定は終わりました。で、アップデートちょっと時間かかりそうなので、この間にトーラスさんの iPhone 15用のね、ケースとか保護フィルム紹介したいと思います。はい、まずはこちらですね。トーラスの中でも人気のウプロオースタンド R という製品で、特徴としてはミル規格をクリアしていて非常にね、耐久性が高いっていうのと、マグセーフの部分にリングを内蔵しているので、別でね、背面にリング取り付けなくても、このリングをこういう風にね、引き出して指で挟んでね、iPhone 持って使ったりとか、あとはリングをね、こうやってスタンドとして使えるっていう点ですね。で、このウプロオースタンドの古いモデルはリングの位置固定だったんですけど、新しいモデルについてはね、このリング回転できるようになってるんですよ。これがね、めちゃくちゃ良くて、この回転できるおかげでね、角度を無段階でね、調整できたりとか、あとは縦にしてね、こうやって使うっていうことも、可能になってます。あとね、このリングが14シリーズのやつよりもちょっとね、この回転が硬くなった気がするな。僕もね、14 Pro にはこのケースつけてたんですよ。でもこのリングがね、ちょっと回転しやすすぎるっていうのが、デメリットかなって思ってたんですけど、これはね、いい感じに引っかかりがあるので、意図せず回転してしまうっていうことはね、あんまりなさそうな気がしますね。もちろんね、これリング畳んだ状態であればマグセーフアクセサリーとかも、使うこと可能になってます。磁力もね、かなりこれ強いですね。本体ちょっと取り付けてみます。よいしょ、こんな感じですね。どうでしょうか。あ、ブルーとも意外と合うね。今手元にあるのはブラックなんですけども、この他にクリア、ディープブルー、グリーン、その3色も選ぶことができます。で、ケースつけたままでもね、ボタンとかは押しやすいですね。ボタンはね、ちゃんと独立してこうカチカチって、押せるタイプのボタンになってます。で、ケース2つ目が、はい、こちらですね。ウプロ P スタンドっていう製品で、さっきのやつはね、マグセーフ部分に、リング兼スタンドがついてたんですけども、この P スタンドの方は、本体のね、下の方にスタンドがね、こういう風に内蔵されてるんですよ。これを使ってですね、横向きのスタンドにすることもできるし、縦にね、こうやって立てることも可能になってます。これはね、ちょっと指で挟んで持つっていうのはこっちよりやりにくいかもしれないんですけど、その代わりにスタンド機能を使いながらマグセーフ充電器を使うなんてことが、できますね。ただこういうマグセーフのモバイルバッテリーについてはどうだろうな。あ、上下逆さまにしたらいけるか。あ、でもちょっと干渉しちゃうから、モバイルバッテリーじゃなくてこういうね、純正のやつとか組み合わせてスタンドにするんだったらいけそうですね。もちろんこっちの P スタンドも、ミル規格クリアしてるので、かなり耐久性は高いです。つけてみるとこんな感じ。真ん中にうっすらとね、リンゴマークが見えるのがまたいいですよね。で、トーラスさんの新作アクセサリーがまだありまして、はい、こちらがね、画面保護フィルムなんですけど、最近形が新しくなったというか、はい、こんな感じでフレームにね、もう保護フィルム組み込まれていて、フレームごと貼るのでフィルムがね、ずれない、そんな仕様にアップデートされたみたいなんですよ。ちょっと実際貼ってみます。あと、これ替えの保護フィルムもあるみたいですね。これありがたいな。じゃあまずは付属のウェットティッシュで画面を拭いてですね、次に乾いたクロスで空拭きと。で、一応ね、シールもついてるので、そのシールを使ってね、画面のホコリをペタペタ取ることもできるんですけど、多分大丈夫だと思うんで、このままガバッとね、取り付けて、で、そしたらこの被した後にこれを引っ張ればいいらしいんですよ。こう、すごー、これ、これもう外していいんか。どうやって外すのこれ。あ、普通に取れんのか。おーおー、すげー、外すとちゃんと上のフィルムも取れると。すげえ、これめっちゃいい。これで、こういう風にね、気泡が入っちゃったら付属のヘラを使ってね、こう押し出すって書いてますね。これは別になんかヘラっていうか指とかで良さそうな気もするけど、指の方がやりやすいかも。はい、ということでね、貼り付け完了しました。若干気泡入ってるんですけど、これはね、使ってるうちになくなるんじゃないかなと思いますね。ホコリとかはね、多分全然入んなかったと思います。で、スピーカーの位置とかもね、見ていただきたいんですが、全然ね、やっぱずれなかったですね。これさすがだな、マジでめちゃくちゃ貼りやすかった。
で今紹介したトーラスのアクセサリーについてはメーカーさんからクーポン発行していただいたので、それを使うとねちょっと安く買うことできます。概要欄にね載せておくので、欲しい方はそれを使ってね買っていただけたらなと思います。はい、じゃあセットアップ終わったんでちょっと触ってみます。おお、来た、ダイナミックアイランド。いや、いいな。じゃあタイプ C 充電もねしてみましょうか。いきます。よいしょ。おー、来たー。いや、これがねしたかったんよな。いや、めっちゃいい。特に Android とかね使ってる人だとケーブル1個でね済むので、これはありがたいですよね。まあ Android じゃなくても iPhone で例えば AirPods じゃないワイヤレスイヤホン使ってるって人もいると思うんですよ。でワイヤレスイヤホンってねもう今もう全部 Type-C になってるので、そういった方もねやっぱ嬉しいですよね。はい、じゃあ次はですね、アンツツというアプリを使ってベンチマークを撮ってみたいと思います。こっちがね iPhone15 で、こっちはね僕が前まで使っていた 14Pro ですね。これ搭載されているチップはどっちもね A16 バイオニックなんですよ。まあ同じものではあるんですが、性能に差は出るのかということでねやっていきたいと思います。バージョンはね、どちらも 10.0.2 ですね。じゃあいきます。はい、はい、スコア出ました。比べてみるとね CPU とメモリは15の方が高くて、GPU と UX については14 Pro の方が高いという結果になりました。まあ、ただ搭載しているチップが同じなのでほぼ誤差ぐらいなんじゃないかなと思いますね。15 Pro はねさすがに違うと思うんですけど、15 Pro でねベンチマーク回すの楽しみですね。で本体についてはねやっぱどっちもかなり熱いですね。うん、ゲームやってるとこれ結構熱くなりそうだな。でさっき気づいたんですけど、このね14シリーズはかなり角張ってたんですよ、形が。ただ15についてはねこの角がちょっと丸くなってるので、手にねフィットしやすくなってると思います。まあ、ケースつける人であればね、あまり関係ないとは思うんですけど、ケースなしでね裸で使う人はね結構手に馴染みやすくなってるっていうのはメリットかなと思いますね。であと今触ってて気づいたことといえば、ディスプレイの滑らかさはねやっぱり全然違いますね。プロシリーズについてはプロモーションっていうね、可変リフレッシュレートのディスプレイ採用してるんですよ。最大で 120Hz の、リフレッシュレートに対応してます。で無印についてはね、そこも差別化されていて最大 60Hz なんですよね。このリフレッシュレートの数値っていうのは1秒間に何回ねこう画面を切り替えて、滑らかなね、まあ、動きのある映像として見せられるかっていう値のことなんですよ。なのでこっちはね120回、画面切り替えられるので無印よりも2倍ね滑らかな、ディスプレイになってるんですよ。まあ、スマホゲームとかね高いリフレッシュレートに対応してないやつもあるんですけども、こういうね普段使いの、ディスプレイの動きっていうのも実は全然違っていて、まあ、今カメラでねわからないと思いますが、この滑らかさね本当に、全然違うんですよね。うん、プロシリーズ1回使った後に無印に戻るとなんか画面やっぱ全然違うなっていう感じはあります。まあ全然ね問題はないんですけどね。じゃあ続いてカメラアプリ試してみたいと思います。この15シリーズから、写真モードでポートレート撮れるようになったんですよ。もう起動したらねこの画面出てきましたね。人、犬または猫がフレームインした時に F マークをタップするか、または後から写真で編集することで素早く写真を背景をきれいにぼかしたポートレートにすることができます。あ、これ人が入んないと F マーク出ないのか。どうしよう、これ F マーク出ないな。画面越しだとさすがに無理か。ちょっとスマホもう1台使ってインカメラで鏡みたいにしながらやってみます。はい、お、これでポートレートなってるかな。撮影、お、ちゃんとポートレートなってる。いいね。まあ、確かにね、いちいちモード切り替えるよりは使いやすそうですね。で、人物じゃない時もやってみるか。じゃあ僕がデスクに設置してるこのお気に入りのスピーカーを2倍機能で撮ってみますか。これでいきます。はい。で、これを後から編集できるのかな。え？ある？これ。これ編集できるか？やっぱりさっきの最初からポートレートで撮ったやつは、編集するとね、この画面になるから、この被写界深度を後から変更するってことできるんですけど、ちょっと背景汚いのバレまくってるが、スピーカーだと編集をしてもこの被写界深度のやつ出ないけど、あ、やっぱ人物じゃないとできないってことなのか。そういうことか。僕がさっきの説明勘違いしてたみたいですね。なるほどね、人とか、まあ、犬猫とかじゃないとできないと、そういうことなんですかね。じゃああんま便利じゃなくないって感じなんだけど、結局あのポートレートのモードには切り替えないけど F のマークを押さないとダメってことなのかな。ちょっともう一回ね F 押さずに撮ってみます。でこれで編集していけたらいいけど、あ、これはいけんのか。やっぱ人物だったら自動認識されてるのか。あ、じゃあいいな。
やっぱ人物とかがね映り込んでないと、まあ、編集できないっぽいですね。ポートレートみたいにしては物を撮るときはやっぱりねポートレートにする必要があるっていうことらしいです。はい、ということで今回は iPhone15 発売日の、開封レビューということでちょっとだけね触ってみたんですけど、まあ印象としてはね今年の無印はかなりいいなというふうに思いました。去年ね14買った時にやっぱねプロじゃないとあんま変わってないなというふうに思ったんですよ。ダイナミックアイランドも対応してないしカメラもね画素数そんな高くないし、まあ、ちょっと14の無印微妙だなというふうに思ってたんですが、今回はねかなり進化してるしそれでいて値段がねあんまり高くなってない、若干値段上がったんですけどあんまりね高くなってないっていうのはかなりメリットだなというふうに思いましたね。USB Type-C 採用してるしカメラもかなり進化していてダイナミックアイランド搭載ともちろんねプロと差別化されてる点もあって、まあ、動画の中でも言ったんですけど Wi-Fi 6E 対応してないとかディスプレイがね 60Hz までだしUSB Type-C の転送速度遅い、望遠カメラもついてないと、そういったね違いっていうのはもちろんあるんですけども、まあ、その分ねやっぱプロは値段が高いし、まあ、15シリーズねめちゃくちゃ欲しかったっていう方はねもうポチってると思いますが、もしまだ迷ってるっていう方がいたらですね今年かなりおすすめできると思うのでぜひねチェックしてみてください。トーラスのアクセサリーについても概要欄にリンクありますので、合わせてチェックしてみてください。ということで今回以上でございます。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。